ファミ通アップ的クラロワ TV よっ。はい、トッププレイヤーの一人アンリーさんをお迎えしてるですね動画なんですけども、はい、あのね、本当はゆっこちゃんをですね修行してもらおうと思ったんですけど、はい、今日いないんですよ。はい、なんで代わりにですね4500で停滞している僕とちょっとバトルしてもらって、はい、はい、でね、そこで反省会をしようかなと。5000目指したいって話をちょっとこの前ハルパパさんともしたんですけど、はい、これこのままだと5000いけないんですよね、永久に、はい、何が悪いのかなと。なるほど、ありまして、はい、ちょっとね、フレバーとやってもらおうかなと。はい、はい、行きます。ポチッとな、来ましたね。ちょっと煽っていく感じでいきますね、最初ちょっと煽っていきますよこれね、まあ、これがね、案外ちょっとバサラさんポロッと倒しちゃうような展開も。いや、これまずいっすね。もうちょっとバスラさん、エリポンが見ました。エリポンナイト ISP、 これはエリポン三重刺激か。いやいや、なんかわかんないです。何言ってるかわかんないです何言ってるかわかんないです。ワニさん、セパレートして対処。これだけだとこの後俺がどうしていいかわかんねえんだ。アーチャーがやられてしまうので、スケルトン組み合わせてうまく処理していきましたね。逆サイ、残ったアーチャーにナイトを加えてタワーを狙っていく。ちょっとやめてほしいですね、そういうのね。バスラさんはディガーで倒して処理していくような形ですね。ただエリポンが2個立ってますね。はい、もうすかさず2個目にはファイアボールを打ったのはアンリさん。これでもね、ファイアボールが来たらこれもう出しちゃうわけですよ、ピョコッつって。例のあれですね、はい、あれ出ましたね、後ろから30し。ここはアイスピで止めて続けと。ただアイス、後ろのアイスピ、あ、じゃこれ狙い、これ狙い通りですね。狙い通りですか。はい、しかもナイトを後ろいちゃったこれまずいですね。ちょっとこれまずいですね。もうちょっともったいない。ちょっと焦りましたね。でもね、ただ左が、マスケナーハスが入りました、ね。これでも狙い通りですね。ちょっとあえてあっち処理させることでこれエリクサーをね。いや、多分エリクサーだいぶ負けてますね、これ。これファイブを使ったからしばらくとんでもないでしょ、これ。ただ、アーニーさんの出来も結構高回転なんで。早すぎんだろ。ここでホグライダー。これさ、これやつさ、これどうすんの、これスケルトン出すと消えちゃうよね、これね。そうですね、今のはちょっと待った方が良かったかもしれないですけど、ね、待つか先にもすぐ出しちゃうかって感じですね。食らった方がいいのかな、あれ。うわ、これどうしよう。これ出すしかない。ここで後ろから三重視展開していくような。これ右に5打たれるとちょっと厳しい、ね、あ、ずれた、最悪、厳しい感があるんですけど。おっと、エリポン巻き、ここでエリポン巻き込めなかったですね。マサラさん、このチャンスをうまく使いたいところではあるが、左のサイド左に進めるしかないですね。でもエリクサー結構あったんで、両面で行っちゃってもよかったような。これスケルトンわけわかんないけど、足すぎてない、これ。これまずくないですか先生、これまずくないですか。これは、あ、結構入りますね。ザップずるい。カードとして残りましたが、ファイブザップ圏内となってしまいましたね。あ、これファイアボール打たれそうじゃない、これなんかいっぱいいるとこに。あ、残り時間が、あちゃ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 、これ甘い。残り時間20秒となってきましたね。バサラさん、ここで攻め切りたいが間に合うか。ここで怒涛の攻めを見せる、右サイド怒涛の攻めを見せる。ここもう全部行くしかないじゃん。アリさん、落ち着いてトルネードで処理していく。あ、嫌な雨も外れましたね。ちょっと待って、これ大反省会じゃないですか、これちょっと待って、最後まで落ち着いてプレーを見せたのはアリさんでした。さすがですね。リプレイ、ちょっと反省会しましょうか。はい、リプレイ見ましょう。リプレイ見ましょう。おかしいな、途中まではね、うまくいった。結構流れ的には途中まで結構、エリアード取れてたんで、いい形は作れてたのかなと思ってます。これ俺は開幕エリポン置くわけですよ、もう。エリポンデッキで初手エリポンって結構強いですからね。はい、ここ ISP 使うしかないんですよ、ナイト。そうですね、ここ ISP ナイトで。これしょうがない。ここはいい防衛ですね。ここは食らうじゃん、しょうがないじゃん。この後やることがないわけですよ、私は。実は。なんか割とちょいちょいディガーとかだったらここで、左のアーチャーに対してディガーいくかもしれないですね。で、アーチャー潰しちゃってワンチャンナイト到達させようかなという感じですね。苦し紛れのディガーで受けるパターンですね、これ。でもディガーで正解だと思う、エリコン立てんじゃん、もう1個で5飛んでくんじゃん、ビョンっつって。ここまではでも想定内なんですね。で、この後が多分すごい重要で、エリポン2個残ってるんで、かなりエリクサー加速ができるので、はいはい、次の攻めがかなり重要になるかなっていう。ここはだから三重視で、アイスピ出すじゃん、アイスピで止めるの。これたまたまスケルトンが残ったんだけど、たまたまね、あ、うん、たまたまなんだよね、あれ。これないと後ろ行っちゃうじゃん。これ右がちょっともったいなかったですね、
左はディガー、ちょっと迷ったんだっけこれ。多分ディガーのタイミングもちょっと遅くて、ちょっとマスクのタゲがいっちゃってたんで、そこのタイミングをちょっと気をつけてあげるといいかなっていう。これもエリアロが相当できてる、うん、なんでこれで負けちゃうんだろうね。このあと三十時だよな、ガゴなんか出してるわけねえもんね。これどうすればいいんだこれ。ここアイスピで止めてすぐナイト、ナイトじゃないスケルトンやってあげれば火ダメは。あ、出すタイミングちょっと中途半端ですね。早い、あの速攻で出すか、アイスピが消えた後出すかの悩んでっからか。あれガゴでも良かったのかな。そんなことないですかね。で結構バサラさんに三重種後ろから出してるんですけど、今多分残ったナイトとかに組み合わせて、うん、あの橋前三重種とか。そうですね、今こフェリクスはもうこっちほとんどなかったんで、はい、前から出されたら多分対処しきれなかった可能性があります。後ろから出せ、そうだね、相手の手札分かってんだから後ろから出さなくてもいいのか、ビビって。逆にそこで三重種に怪物使ってくれるなら次の二の手の例えばそのガーゴイルとかに出しつつっていう感じですか、ね。はい、ここもやばいですね。ここでも終わった感が出てますね、ちょっと正直。ここうまくジャンプ決めてホグライダー一発増やしましたね、はい、殴る回さん。これも前から出せいいんだな、後ろから出せいいんだな。そうですね、もう左ほとんどないんで、うん、一気に攻めるしか手がない。落ちてるしね、これで。結構後ろから出すと相手も身構える時間ができるんですよね、うん、なんで結構中央から出してあげる動きが三重刺激が強いのかなと思います。全力ですね、ここで。ここでトルネードはやっぱ行きましたね。トルネザップがあるから通らないんだな、そんな。トルネザップでガーゴイルが落ちるんで、うん、そこは強いですね。前から出してもいい時があるっていうことですね、三重子はね。こっちがホグ使った瞬間っていうのはメリクスはかなり少ない状態なんで、うん、はいはい、そういうの見極めて前から前にですね。なるほどね。まあちょっと一戦目はね、肩慣らしですよね。そうそうそう、まあ一戦目はねって、あのデッキまだバサラさん進化2回残してますから、うん、あのデッキよく使ってんだけどね。ただね、俺にはまだそういっぱいあるんで、次はこいつですよ。お、どんなデッキで来るのか、はい。あ、いいですか。いいっすよ。はい、行きます。はい。そりゃ勝てねえよな。泣こう、まず最初。煽、うん、りからの感情の起伏が激しくなっておりますが。で、まあここは初手はアーチャーをセパレートする。おお。アーチャーセパレートから。これアリさんバレル枯渇ですか、ね。これちょっとこれですね。ちょっと遅かったですね。こっからなんだよね、俺。そっちからそれ来る。アニさんの後ろからプリンセスバレルっていう展開はもう枯渇デッキかなっていう。なるほど。もうバサラさんは迫撃攻撃ですね。ここアニさんうまくナイトでターゲットを取っていく。そうか。これ逆サイドに出すことでひたすら迫撃砲のターゲットを取り続けられるっていう。まあまあでもちょっとこっちも全部分かったんで、もう勝ちですよ。バサラさんも落ち着いてスケルトンでナイト処理してきましたね。なんだこれ、なんだこれ。アイスピからのバレル。まあ、こうでしょう。あっ、でも一体が残った。ゴブリワンパンですね。ワンパン入りましたね。これどうしようかな。ナイト置いてくれたのも口としては美味しいな。美味しいですよね、はい。それビビって俺ハグ撃をこの辺に置いちゃうよ。これプリンセス打ってくれんじゃん。これナイト行って、ナイト。だそこさ、プリンセスじゃん。ナイトに下げてきましたね。プリンセスがやらしい動きしますよ。バサラさんとしては3スペルかな、多分入ってるので、プリンセスは多分ドリングスト回ってないんじゃないですか。いや、そんなことないんだな、これ。今アイスピ出して回った感じかな。ちょっとまずいですね。ちょっと手の内が早くね。ちょっとアリさん、ここでこれ、それずるいっすね、それ。プリンセスじわじわ削っていく。結構この動きが強くて、強制的にそのプリンセスを処理するためにユニット出さなきゃいけなくなっちゃうっていうのが強いですね。確かに。おかしいな、矢の雨と2本あるから処理できる想定。ちょっとまずいっす。ここを迫撃で、これ的には。ずるいっす。これずるいっすね。アイスピ足速くて迫撃が追いつかないんですよ、はい。おっと、だんだん試合展開が早くなってきて、来て来て来て、おっと、ナイト頑張って、これは結構やりこぶが厳しい。ナイトに行くかな。行きますね。行かない。最悪。神神の展開。ここはバサラさん、この迫撃守っていきたい、守っていきたい。
え、どうしようどうしようカミ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 ちょっと待って待って、おっとおっとカミですよ、カミカミカミ、ここでダメージがほぼ互角となりましたね。あ、いっちゃうよな。マーサラさんの迫撃を負担に持つとプリンセスがかぶっていい感じにダメージ与えてるんですね。ちょっとこれやばい、おかしいな。これこうでしょ、そんなことなかった。おちょっとテクニカルなことしましたね。ちょっと勘違いしましたね、これ。おっと、迫撃用のターゲットがタワー捉えましたね。これもう一発入るか、入りました。ちょっと微妙なとこ置くしかない、これ。こいつはちょっと来たいんで、ちょっとうざいんで、消すじゃん、一回。おっと、これは、おっと、アニさん、これいけるか。でか、届かねえじゃん、そこになると。お、まずいな。先生、チクチク削っていく。これ2発入っちゃうな。ちょっとこれ、ちょっと様子見たいですね、私は。ここは中央に迫撃砲を置いて、ちょっと防衛の構えですかね。すかさずポイズンでダメージを狙っていくのはアリさん。これは汚いですね。あ、おそらくバサラさんも攻撃スペルがもう1枚ある、見えてない、なんか例の、例の一発入っちゃったな、撃つしかねえ。オートプリンセス、ちょっとまずいっす、間に合わない。そう来るなら、うちも行くしかないな。あと一発じゃね、これじゃあ、あと一発じゃね、これあと一発じゃね、これこれ行くしかない、こっちは。おーっと、これは全部行け、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 全部行きましたね。え、これ足りる。あーあらら、あ、足りる。あー危なこれ、バサラさん勝てたんじゃないか説がありますね、ちょっと。ちょっとリプレイ見ましょうか。リプレイ見ましょうか。やっぱそんなに甘くないっすね、世界は。リプレイ見ます。はい。いや、難しいな、迫撃。高回転、高回転や、枯渇。まあ、泣くのは最初ありでしょ。バレル来るじゃん。まあ、最初にバレル見えて、まあ、枯渇かなっていう感じではありましたね。うん、ちょっとこう一瞬ね。バサラさんのデッキが、その、はい、矢の雨とローリングウッド、があるので比較的対応しやすいのかなという感じではありますね。やっぱデッキ相性的にはその高回転迫撃って枯渇かもって言われてるんですよね。はいはいはい、かもって言われてこれですよ。ナイトさん、ナイトさんじゃねえアーリーさん、ここでうまいのは逆サイにナイトを走らせたね、はいはい、これを同サイド迫撃砲の位置に出し、向かわせちゃうと迫撃砲って近距離のターゲットはターゲット取らないんでタワーにターゲットが行っちゃうんですよね。そこはお見事なナイトでしたね。この辺ってまあまあこれでいけるかなと思ったんでね。ここね、ちょっと光っちゃってビビってないと。ワンパンですね。いらなかったよね、このナイトね。これはポッツとしては、はい、美味しいですね。ドーリングってあるとこっちのダメージソースが、うん、まあ、バレルが取んないないんですよね。ハーフエンジはちょっとここにビビって一回プレス落ちたかったので、そっち行っちゃう。ちゃんとここ迫撃を置かないでもアローズで矢の雨で処理しちゃうのが良かったのかなと思います、うん、ああなるほど。結局嫌な雨使ってんだよね、うん、結局この迫撃を置いた分がちょっともったいなくなっちゃった、うん、意味ないもんね。ここもね、訳わかんない処理しちゃったんだよね、ビビって。このISP何なんだろうみたいなてかね、やっぱね、ISP と ISP を相殺する予定だったんだよ、うん、ローリングウッド一発でいけちゃいますからねそう、意味わかんないから、これね、ヤミさんは多分ここでもバレルトーンないっていうのを見越して、こっからの展開もプリンセスでチクチクチク削っていく作戦に変えてましたね、はい、入ってなきゃやな。ロケット撃つんだみたいな問題もちょっとあって、長野さんも早くロケット打ち始めた方が、はい、そうですね、2倍タイムから、はい、ロケット積極的に打ってよかったなっていう。そうなの、やることない時とか。そうですね、結構2倍タイムってロケット打った後手薄になるじゃんって思うんですが、うん、4コースあれば結構守れるんですよね、はい、今のね、アイスピンもやばいんだよね。アイスピンまた総裁しようとしてしくって遅れて意味不明なアイスピンになっちゃってさ、出さない方がいいまであるな、あれだろうな。ちょっとダメ食らっちゃった気がしますね。やりこぶが入ってるもんね。これロケットとか撃つのよかったのかな。ここをターゲットってなかったら終わってっか。ここでうまくタワーにターゲットがいって折り返しての感じ、ないとターゲットれなかったのが痛かったんですけど、勝ち目が見えてきましたね、うん、ね。ここで結構いきましたね、うん、ということで、勝利です。
あと迫撃砲が一回タワーを取ったら敵とにアイスピーがあるときもアイスピー常に構えてた方がいいです。敵がそのアイスピーで止めようとしてても、はいはいはい、アイスピー自体は止められてその後すぐアーチャーを出せばアイスピーを倒せるんですよ、ね、そうだよね。アイスピーの総裁ショートして一回も成功してないからね、これ一度もとんでもないよね、これね。ここね、なんか俺ずれてんじゃねえかなと思ったら全然ずれてないけどこのアイスピーもわけわかんないしな、正直言っちゃったし勝手に行くよっつって当たってっけどさ、ここでロケット撃ってよかったんだな。これ意味わかんねえもんな。ロケット2発っすね。ロケット2発だよね、確かに。この迫撃いらねえもんな。負けてましたね、これロケット取りたら。じゃあこれ、つまり俺の勝ちでよかった。いやいやいや。ここでインフェがあったからもう無理だなと思ってロケット撃ってんだっけかな、俺。あ、これがあったのか。ロケットあると思わなかったんで。そうですね、ここまで1回も見てないですね。そうですね。まだそんな危ないと思ってなかったんですけど。危なかった、ね、打たれた瞬間焦りました。焦って一気に攻める感じですね。ここでアンリーさんもポイズンで消息に来てるような感じですね。ポイズンあんの分かんなかったしな、こっちも。もっと早く打ってればよかったな、これ。どう見ちゃって手遅れだもんね、俺が。そうっすね、うん、ゴーグ一発入ってるしな、あれもでかいな、実は。これもね、すぐ嫌な雨打つべきだったな。残りヒットポイントが手遅れ感がすごいのか、これも。でも衝撃的これ全く入んなくて、うん、結構やばかったんですけど、うん、あ、でも矢が一発入ってるの、矢が一発入ってるのか。そうですね、それのおかげです。あとロケット間に合いましたね。間に合ってなかったね、これがね。なるほどね。そうです、高回転迫撃の機能は、はい、そのやっぱ主軸となるカードは迫撃砲なんですけど、ダメージソースはロケットっていう選択肢もあるので、そのどうしてもなんかユニットを巻き込まないととかエリポンを巻き込まないとっていう思考に行きがちなんですけど、 やっぱり下手に例えば迫撃砲4コス出して防がれるんであれば、うんうん、6コスでも潔くタワー削っちゃった方が僕はいいと思いますね。勇気を持ったロケットの発射が必要だと。そうですね、あとはもう敵のエリクサー見つつ、はい、ロケット撃った後、うん、例えばロケット撃った後に敵が10コスで攻めてくるような感じだとか、もう敵の攻めが構築されているような流れの中でロケット撃つのはちょっと NG ですけど、はい、もう真っさらの状態の時はもうロケット撃ってしまっていいかなと思います。わかりました、ちょっとロケット撃ちます。はい、はい、というわけでですね、勉強になったんで、ちょっと僕もこれで、まあ、このデッキでいくかはさておきですけどね、ちょっと1回目指して5戦目指して頑張りたいと思います。はい、今回はこんな感じで、ハミツアップの、ね、YouTube チャンネルの登録をよろしくお願いします。はい、スマホの方はですね、下の概要欄の方からお願いします。PC の方はですね、この辺にあるこうボタンから登録できるのでよろしくお願いいたします。またですね、ファミツアップニコ生部もやってますんで、クラロラですね、1000人大会とかもやってますんで、ニコ生部の、会員登録などもお願いいたします。はい、またお会いしましょう。ではバイバイ。